強いたげられた人々ロスタイスキー前回の続きからですしかしその買い物はいずれ檻を見てすることにしたエレーナは何しろあんなに怒りっぽく自尊心も強いしするから 私の買い求めた服だってどんなふうに見て取るか知れたものではない。私わざと思いきりみすぶらしい質素な普段着を選んだわけである。もっともこう言っても私は木綿の靴下を2足と毛織のを1足買ったのだがそれは彼女が病気でもあるし部屋の中が寒いしするからといって渡してやることができた。 他にまだ肌着も入り用だったけれど、それはまあ、いずれ私が、もう少し彼女と親しくなってからということにした。その代わり私はベッド用の古物のカーテンを買ったが、ともかく必要な品物で、エレーナにも大いに喜ばれて良いものだった。これらの買い物を持って私が戻った時は、もう午後一時になっていた。 私はほとんど足音も立てずに部屋に入ったので、エレーナもすぐには帰ったことに気づかなかった。彼女が私の机のそばに立って、本だの原稿だのをいじり回しているのを目に留めた。私に気づくと急いで読み出しの本をパタンと閉じて、さっと机から飛び去ったが、顔をすっかりあからめた。 ちらっとその本に目をやったが、それは単行本として出た私の最初の長編で、扉には私の名が記されてあったのである。お留守時、誰か来ていたわ。こう彼女は言って、どうして鍵なんかかけたのと私をからかうような口ぶりだった。 お医者さんかかもしれなかったな。った私は言った「君声かけてみなかったエレーナ」ええそれには返事をしないで私は包みを取ってほどくと買ってきた服を取り出した「ほらエレーナ私は近づきながら言った」 君の今着ているようなボロ服は脱ぎなさい服を買ってきてあげたよ普段着の一番安物さだから気がねしないで着なさいたった1ルーブル25ペーカだものねさあ着てごらんこう言って私はその服を彼女の足元に置いてやった彼女はポッと顔をあからめるとしばらくの間、目を皿のようにして 私を見守るのだった。すっかり彼女は驚いてしまったがそれと同時に心から恥ずかしく思った様子でもあったところでその目にはどことなく和らいだ優しい光が輝き出したのである彼女が口をきかないので私はテーブルの方にぐるりと向き直った私の振る舞いに 彼女が動かされたのは明らかなのだけれど、強いて事故を制して、下をつむいたまま腰を下ろしていた。私は頭がズキズキしだしいよいよもってめまいがひどくなってきた。すがすがしい表の大気もさっぱり私には効き目がなかった。でもナターシャのところには行かなければならない。彼女についての気がかりは、 昨以来ちっとも減っていない。な減ったどころかますます増える一方だった」と突然エレーナが声をかけたような気がしたので私は振り返ってみた「お外に出るとき私を閉じ込めないでね」と彼女はそっぽ向いたなりソファーの縁をまるでそれに没頭してるみたいに引っ張りながら行った。 私どこにも行かないからいいとも承知したよでもねエレーナもし誰が来てもしたらどうする誰がやってくるか知れたもんじゃないんだよなら私に鍵を預けなさいよ私中から閉めちゃうからそうしたら誰が来て叩いても私誰もいませんって返事をするわこう言うと彼女は しゃくれた目を私に向けて「ほらねちっともめんどくさくないでしょ」と言いたそうなふうだった「シャツのお洗濯誰がするの?」私がなんとか返事をしてやろうとしていた矢先いきなりこんなことを聞いてきた「ここにはねこの家にはね女の人がいるんだよ」私「私シャツのお洗濯できるわよ」 ねえ「それから昨日はどこでご飯とったの食堂だよ。私、おたいどころもできるのよ。ご飯の支度してあげるわ。わかったエレーナでも何のお料理ができるんだい。そんなつまらないことを言って。またしてもエレーナは口を塞いでうなだれてしまった。 ちょっと私のつついたことに気が触ったらしいのは明らかだった少なくとも10分は経ったであろう私たちは2人とも一言も話さなかった「スープなの」ふと彼女はうなだれたまま言った「スープだってどんなスープ?」私はあっけにとられて聞いた スープの支度ならできるわ。お母さんが病気の時私こしらえてあげたのよ一枚も買い物に行ったわほらそれなのさエレーナそれなのさ君はとても手に負えないよこう言って私は彼女のそばに行き並んでソファーに腰を下した僕はね自分の両親の言いつけどおり君をもてなしているんだよ なんといっても君は今んとこかわいそうに身寄りもなく一人ぼっちたものねだから力になってあげるつもりなのさ君だって僕がそうだったとしたら助けてくれるだろうなのに君はそう考えようとしないでさ僕があげるものはほんのわずかなものでも気にかけてるんだよおまけに僕がブブの若なんかみたい君をこき使ってるようにすぐに働いて 返済しようとするんだね。「彼女は答えずただ唇を震わせていた。何か言いたそうではあったけれどそれをこらえてへの字に口を結んでしまった。で私はナターシャのとこに行こうと腰を持ち上げたが今度ばかりはエレーナに鍵を預け誰か来て戸を叩いたら」。 一応どなただか声を出して聞くように頼んだのである。どうやらナターシャの身には何か面白くないことが持ち上がったものの、時の来るまで私には隠すつもりなのだと私は信じてやまなかった。こんなことは前にも再三私たちの間にあったことである。どの道私はほんの顔出し程度で彼女のところに立ち寄ってみることにした。 そうとでもしておかないとしつこいとばかり決まって腹を立てるは一定だったのである。ともかく門をたたいた。彼女はまだずっさんだ目つきで迷惑そうに私を迎えたのだった。早々に私は立ち去るべきではあったが、どうした弾みか両足がすくんでしまったのである。